はい、こんにちは、千葉茨城支部代表の、長山コーチです。今回はサッカー少年が、使ううまいドリブルっていうのを、3つご紹介させていただきますので、ぜひ真似をして練習をしてみてください。僕の中で、サッカー少年で、まあ、スクール生もそうなんですけど、あ、この子うまいなって思うのが、こう相手と距離を取れる子と相手をブロックして大きく逆側に行ける子、あともう一個は相手を背にして前を向ける子っていうのが、僕がうまいなと思って、ぜひ、これを、できるためにこの練習をっていうのを今ご紹介していただきますので、ぜひ、練習をしてみてください。すごい簡単にできるので、誰でもできます。家でもできるのでぜひやってみてください。はい、それでは軽く今の、3戦のドリブルメニューを、詳しく説明していきたいと思います。まず1つ目にやったのが、自分の、後ろに相手がいるときに前を向く練習になります。で、これができると何が、すごいいいかというと、普通のサッカー少年だとボールを止めたらこういう向きで止めたって相手が横にいる、で、ここで我慢して試合中だったら何人も来て取られてしまうので、これを一気に前を向く、ここで勇気を持ってこういう前に向くっていう練習をします。で、ポイント一つだけあって、ポイントは転がした足で止める、この足を相手の方にしっかり向ける、これがすごい、ポイントになりますので、ぜひ練習するときに、試してみてください。で、二つ目の、練習なんですけど、これはもう基本ですね。基本相手と距離を取る練習になります。相手が前にいるとしたらボールを横にずらして前に行く、そしたら距離が近くなるので離れる、この時にポイント一つはボールを出して止める、止めた足から引くんですけど、引く時に足をつく順番です。足をつく順番は右左でまたボールを触っていくっていう流れなんです。ここを、下げた時に左足を先じゃなくて右足を先に地面についてリズムよくボールを、触ってみてください。で、3つ目はこれはこう相手にぶつかっちゃう子とか、あとは2人3人に囲まれちゃう子に、特におすすめします。では相手が左側にいてボールを取ります。で、さっきみたいに我慢して大きく反対側に引き足で引くっていう、これ全部引き足しか触りません。ボールを斜めに触ってしっかり止める、この時にすぐ相手の方に向いちゃうと相手の足があるので取られちゃいます。そこを試合中だったらちょっとこうオーバーにするイメージで回ってあげると相手がついてきにくくなるので、試合中は大きめに、まあ、練習中はこういうマーカーを使って小さめにやりますけど、やってみてください。この3つマジで大事なので、まあ家とか公園とか、まあ、練習中もやってみてください。かなり効果的に使えると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。ありがとうございます。